はい、皆さんこんにちは、コビーです。コビーこと小林良寛です。セブンミニッツトークということで7分間、編集なしで通しでお話したいと思います。最近また、季節の変わり目で、今9月の今日は26日なんですけど、季節の変わり目で、夏の疲れが出たり、故障がちょっとね増えてくる時期ではあるんですけど、ちょっと故障についてお話をしたいと思います。コビズ始めて8年ぐらいになります。小学生、中学生、社会人の選手を指導していますが、特に小中学生でいうと、私はピッチャー出身ということもあって、ピッチャーの故障、肘肩の故障というの相談が多いです。正しい投げ方を教えてほしいっていうのが多く寄せられるんですけども、実際正しい投げ方をするということを、継続できれば故障はしないと思います。ですが、小中学生、この正しい投げ方を継続するということがとても難しいです。というのが、一つは、成長期なので骨が伸びます。これが一番大人と違うところなんですけど、子どもたちは骨が伸びます。で、人間の成長のメカニズムは、骨が伸びた後に筋肉が引っ張られて、骨の長さに引っ張られて筋肉が馴染んでいって、落ち着くっていう風に順番がなってます。なので、成長期の子どもたちは骨が伸びる分、筋肉が引っ張られて、関節の不具合だとか、動きがちょっと鈍くなったり、悪くなったりします。これをクラムジーって呼びます。クラムジーが起きている時っていうのは、自分が今までやってた動作が正しくできなかったり、何か肩が重いとか、肘が痛いとか、膝が痛いとか、いわゆるこれは成長痛ですよね。成長痛って呼ばれることが起きます。で、足首とか、膝、股関節、腰なんかに結構成長痛ができる、出る子が多いんですけど、野球をやってること、手を使ったり運動している子は肘や肩に出ることもあります。当然これは関節なんで、成長に伴う痛みっていうのは出やすいです。で、そんなに投げてない、でも肘を痛めちゃった、肩を痛めちゃった、その痛めた時に投げ方が悪いから怪我をするんだっていうふうに、大人は思います、僕らも含め。でも、その投げ方が悪いっていう本人は自覚がないんですよ。なぜかというと、知らず知らずのうちにフォームが崩れているので。じゃあ、大人目線で言うと、じゃあフォームを、正しいフォームを身につけようということで、投げ込みをしたり練習をするわけですよね。で、僕持論で言うと、それをしないでほしいんですよ。というのが、そうですね、今まで自分が使っている体、筋肉か骨とか使えている状態、健康な状態であれば、多分その練習っていうのには意味があると思うんですけど、自分がコントロールできないような状態っていうのがクラムジーで起きるんです。その不具合が起きている状態で投げ方の練習をしても、その不具合が起きている状態の体に合わせる投げ方を覚えるだけで、不具合がまた、これ必ずクラムジーっていうのは一過性のものなので、成長期ある程度時間が経てば、落ち着きます。長い子だと半年とか1年とかかかる子もいますし、2、3週間とか数週間で全く問題なくなる子もいます。特にね、身長がぐっと伸びてる子は結構差が出たりするので、そこはね、ちょっと大人が知っといてもらいたいんです。肘にも成長痛、肩にも成長痛があるので、何か違和感、痛みを感じた時にはすぐに動作をやめさせるというか、運動を止めてストレッチをいっぱいやってください。やはり寝る、睡眠をとるということが骨の成長と筋肉の成長を促してくれるので、まずはしっかりストレッチをしましょう。で、このストレッチっていうのは子どもたちは嫌いです、うちでもスクール90分あるんですけど、クラムジーが起きている子は90分、今日はピッチングしたいと言ってもピッチングはなし、うまくいかないから投げたいって気持ちは分かるんですけど、クラムジーが起きてる時は、90分ストレッチを教えます。結構ストレッチってやっぱり時間がかかるんですよ。10分15分やるところでストレッチって実際効果はあまりないと僕は思います。ストレッチは時間と比例をするので、30分とか、あとは1時間でかけてやってほしいんですね。
でわざわざそのストレッチの時間を取るんじゃなくて、じゃあテレビを見てる時間とか何か勉強しながらとかそういう時間でもいいんですけど、やっぱり時間をねある程度20分30分とか取ってやった方が効果的です。はい、なので、まあ、ゆっくりお風呂に入って、ストレッチをする、で寝る、もうこれがこのクラムジーを早く脱出する上で僕は重要だじゃないかなと思います。投げ方っていうのはね、その成長の骨の成長の不具合によっても起きるし、またね疲労によっても変わります。1試合だけ綺麗な投げ方できると思うんですよ。でも翌日連投するとかってなると、やっぱり肩肘だけじゃなくて足とか股関節とかね膝とかいろんなところ疲れが出ます。そうするとやっぱり肩バランスを取ろうとするので肩が起きてきちゃって手投げに見えたり、ね肘が下がって見えたりすることがたくさんあると思うんです。はい、ただそれは原因は何かっていうと、その投げ方っていうのは結果なので、フォームっていうのは結果なので、その疲労、筋肉、体の状態、健康状態、疲労が溜まっているとか、また試合でたくさん投げるけどフォアボール出しちゃいけないとか、打たれちゃいけないとか、そういうプレッシャーから来る不安、そういうものの結果、フォームっていうのができてます。なのでフォームが崩れているときは目に見えないところに原因があると思いますので、大人の皆さんはよく子供たちと話をして、しっかりねストレッチをとって、ストレッチをしたり、睡眠をとる時間をとってあげてください。はい、ではそろそろ時間なのでまた次回ありがとうございました。